これから変換というものをお見せしよう。何を変換するかって？そうだね。よろしければ私の写真を変換しよう。簡単なものから始めよう。Z を2分の Z に移す変換だ。写真の各点は複素数 Z に対応する。その複素数を2で割る。こうして変換による像となる点が得られ、変換された写真が得られる。見ての通り、何の不思議もなく、私が半分の大きさになっている。元の点 Z が2で割られたからだ。この変換を定数倍と呼ぶ。今度は i をかけてみよう。簡単だ。i をかけるのは4分の1回転だと分かっている。絶対値は変わらないが、変角は90度増えている。これは単に写真を回転したということをとても難しく言っただけだ。もう少し難しいのをやってみよう。1プラス i をかける変換だ。複素数1プラス i は横座標が1、縦座標が1の点に対応する。変角は45度だ。絶対値はピタゴラスの定理で、ルート2だ。だから1プラス i をかける変換は、まずその絶対値をルート2倍して、それから変角に45度を加えるものだ。この変換では定数倍と回転を組み合わせなければならない。これは相似変換と呼ばれる。もっと面白い変換もある。 Z をその2乗、つまり Z×Z に変換しよう。まず写真をうまい場所に移動し、座標軸に揃えておこう。事乗すると引き伸ばしも起きるが、それを示すスペースも必要だから、少し遠くから眺めよう。OK。これで写真を徐々に変換することができる。Z の事乗の変角は、Z の変角の2倍だ。だから写真の左隅の直角は倍の角度になる。だから180度になる。写真を別の場所に置いて同じ Z の2乗の変換を見てみよう。同じように変角が倍になっていることがわかるだろう。私の人差し指を見てごらん。変換の前はその変角はだいたい45度だった。変換の後、上向きになって90度になった。よく見ると絶対値が2乗になっていることもわかるのだ。新しい変換を見てみよう。Z をマイナス Z 分の1に移す変換だ。複素数では足すこと、かけることができるが、割ることもできることを忘れてはいけない。もちろん0で割ることはできない。この絵は質素な礼拝堂を思い出させないかね。絶対値が大きな複素数は逆数を取ると小さくなり、小さな複素数は大きくなる。次も同じような変換だ。定義式はこれだ。K の値がゆっくり変わっている。ある部分は引き伸ばされ、他の部分は縮められる。しかし、細かいところを見ると、長さは保たれていないが、形は保たれている。円は大きさは変わるかもしれないが、円に移り、私の手が大きくなって、私の顔が小さくなる。だが私だということがわかるだろう。
もう一つもっと難しい変換を見てみよう。これは私のダイエットの様子を見せているわけではない。もう一度注意すると、私が大きく写されても細かい部分の形は変わらない。例えば私のシャツのボタンは丸い形のままだ。これらの変換は矯形コンフォーマル、あるいは正則ホロモルフィックと呼ばれる。ちょっと難しいラテン語とギリシャ語で形を保つという意味だ。実際複素数を使っていろいろなことができる。指数関数の意味が分かれば指数関数を作ることもできる。その意味を知らなくても指数関数で写されると私がどうなるか見てごらん。私の頭が消えてしまったのだろうか。そんなことはない。顕微鏡で原点の近くを見ると私の顎ひげが見える。君たちはもう複素数を知っているのだし、いくつかの変換の様子も観察したから、私が詳細に研究してきた対象を説明しよう。点がたくさん見えるだろう。青色の点は単位円盤の内側にある。黄色の点は外側にある。何回か Z 事情の変換を行ってその結果を観察しよう。青色の点は円盤の内側にずっと残り、黄色の点は逆に円盤から遠ざかり画面の外に出てしまう。青色の円盤は変換 Z 事情の重点ジュリア集合と呼ばれる。ジュリア集合の外側の点は変換を何度も繰り返すと無限円へと遠ざかる。これと同じことを別の変換、例えば Z 事情足す C でやってみることができる。ここで C は任意に取られた複素数だ。各複素数 C に対してジュリア集合が定まる。その形は C が変化すると変化していく。いくつかの例がこれだ。これが私がウサギと呼んだものだ。この形の変化を理解するために2種類のものを一緒に見せよう。左側、赤い色の方に点を取り、それを動かす。これが点 C だ。右側に対応するジュリア集合が見える。ジュリア集合は点 C がゆっくり変化すると徐々に形を変えていく。だが時々ある C の値でジュリア集合が消えるように見える。画面上には何も見えなくなる。例えばこんな具合にだ。実はジュリア集合は無限個の断片に分裂してしまうのだ。断片は小さいので画面には何も見えなくなる。フラクタル集合を世に広めたブノア・マンデルブローが赤色で描いた集合の研究を提案したのだ。この赤色の集合はジュリア集合が画面上でよく見える C の値を記述している。言い換えれば、ジュリア集合は細かい断片に分裂していない C の値を記述している。この赤色の集合の名はもちろんマンデルブロー集合で、私はこのマンデルブロー集合の研究に長い時間をかけたのだ。
最後にマンデルブロー集合の細かいところ、もっと細かいところを見てみよう。どんどん内部を拡大すると、どんなに美しい形をしているかがわかるだろう。それでは始めよう。綺麗だろう。今は細かいことを説明しようとは思わない。マンデルブロー集合が暗黒の島だとしよう。周りは熱帯の海だとしよう。そしてその海底が見えるとしよう。実際に今見えているのは本当に顕微鏡で見るような細かい部分なのだ。マンデルブロー集合がサッカーグラウンドの大きさとすると、一つの原子の大きさの部分を見ている。1ミリの100万分の1のオーダーだ。どうして私がこれらのことに興味を持ったかと不思議に思うかね。それは何よりもまず美しいからだ。そしてそれを理解することが非常に楽しいことだからだ。私にとっては長い時間をかける理由はこれで十分だ。付け加えるなら、これらの非常に簡単そうな変換の中に、現代科学の重要概念であるカオスの本質が見えるということもある。簡単なものが豊かな構造を生成する、複雑な現象をこの世に最も簡単な形で現れてきたもの、化身から研究すること、多くの場合それが数学者の役割なのだ。